ストップモーションを作ってみたいなと思ったことはありませんか？でも難しそうだし大変そうと諦めてしまった人も多いと思います。ということで、わかりやすくて始めやすいクラスを AE ジュースと共に作ってみました。その名もストップモーションアニメーション。このクラスではコンセプトアート、絵コンテ、アニマティック、ストップモーションスタジオというアプリを使ってのストップモーション、フォトショップでの手書きアニメーションからアフターエフェクツ内での合成まで一通りカバーしていきます。こんにちは、吉田佳穂です。2015年からフリーでアニメーションを作っています。ストップモーションと手書きアニメーションを融合させたミックスメディアアニメーションを専門に作っています。ストップモーションも手書きアニメーションもそれぞれ長所と短所がありますが、融合させることによってそれぞれのいいところを取った新鮮な作品ができると思います。とっても楽しいので、ぜひぜひ挑戦してみてくださいね。それではクラスでお会いしましょう。